ジグナル・イドゥナ・パルクは、ドイツ連邦共和国ドルトムントにある、サッカー専用スタジアム。旧称、ベスト・ファーレン・シュタディオンは、ベスト・ファーレン・スタジアムという意味のドイツ語である。ベスト・ファーレンは、スタジアムの所在地である、ノルト・ベスト・ファーレン州東部が、旧ベスト・ファーレン州であることに由来している。かつてのドイツ作戦広告時代、国の西半分を、ベスト・ファーレンと呼んでいたことから、 ワールドカップのスタジアム建設時の国名、西ドイツを古風に表した命名にもなっている。2005年に、ドイツの大手生命保険会社ジグナル・イドゥナが、命名権を買収し、ジグナル・イドゥナ・パルクに改名された。1974年、西ドイツ W 杯の会場として完成。収容人員数は68,600人で、ドイツ分でスリーガボルシアドルトムントの、 ホームスタジアムとして使用されているほか、ドイツ代表をはじめとした国際試合でもたびたび使用され、日韓 W 杯ヨーロッパ予選のプレーオフウクライナ戦などが開催された。2006年のドイツ W 杯では、グループリーグの日本対ブラジル戦や、準決勝ドイツ対イタリアなど、6試合がこのスタジアムで開催された。この際、 フィファ主催の国際大会のルールにより、フィファワールドカップスタジアムドルトムントと呼ばれた。このスタジアムの名物はホームがアワゴール裏スタンドで、すべて立ち見席であり、このスタンドだけで2万2千人を収容できる。ドルトムントがこのスタジアムで試合を行うと、この一角はレプリカユニフォームをまとったサポーターで一面びっしりと埋まり、まさに黄色い壁と化す。 14から15シーズンには、ドルトムントが平均観客動員数が8463人で、欧州一となった。ありがとうございます。